てと、これからのことを決めようぜ。源内さんはサーバ大陸に来いって言ってたけど、届いていたサーバ大陸の地図によるとここからはかなり離れています。行かなきゃいけないのかな。デビモンはいなくなったしさ、島の中なら場所もわかる、水も食べ物も困らないじゃないか。どういう意味？だって源内とかいうやつのことやサーバ大陸なんて話を信じていいのか。先ほど送られてきた地図のデータから味方だという話は信じてもいいのでは。それにここにいたって元の世界には戻れないんだぞ。あんなに苦戦したデビモンよりすごい敵が待ち受けているのよね。それに海の向こうの大陸に行く手段がありませんね。変なデジモンとかいるかも。もう少しここで様子を見てもいいかもな。なんだよみんな。行こうよ。タケル。どんな敵が待っているかわからないけど、やってみようよ。エンジェモンもそう言うと思うんだ。だから僕。僕たちも行くよ。さらに進化できるんでしょ。隊長を守れると思う。アグモン、ソラ、行きましょう。なんとかなりますってね。サーバ大陸に私より綺麗な花はないだろうけどさ。オイラは泳いで海を渡れるしね。ヤマト、行こうよ。行こう。行きましょう。分かったよ、僕も行く。みんなが行くんなら私も行く。新大陸ですか。よし、決まったな。サーバ大陸へ行こう。話はまとまったようだな。レオモン、サーバ大陸に行くという噂を聞いてな、手伝いたいというやつがたくさんいるぜ。がいるんだろう。オイラたち手伝うよ。君たちに協力させてほしいんだ。ありがとうみんな。Thank you.
なる布が必要だと思っておもちゃの町に取りに戻ってたんだ。本当か？うん、実は僕が使ってたシーツなんだけどね。船の帆には十分なサイズがあれば問題ありません。そう、よかった。これでイカダを完成させられるぞ。こんなんで大丈夫なのかな。お前たちならこんな海ぐらいきっと越えられる。ありがとう、レオモ。手伝ってくれたみんなのおかげだ。どうした？デジタマから帰った。かわいい。はーい、はーい。本当にありがとう。さようなら。さらばだ、選ばれし子供たち。
サバ大陸ってここからどれくらい離れてるんだ？はい、私でも5日はかかります。かなり遠いってことか。じゃあデビモンが隠したっていうタグと紋章のこと知らないか？タグと紋章ですか？知りませんね。そっか。ただ前にデビモンが海のある場所に何かを置いていったとか。その場所は？サーバー大陸へ行く途中にあります。私が案内しました。助かりましたね。タグもコンビニで見つかったし、あとはタグと紋章が合わされば僕たちはさらに進化できるんだね。ああ、紋章も必ず探し出す。それではサーバー大陸に向かいますよ。
しく頼むホエモン。